えー、保育者の仕事で大切なことの一つに子どもの命を守るということがありますで、私の科目は子どもの保険演習という科目なんですねで、そこの中で、えー、こういう、えー、あの位置づけになってますけれども、えー、3つ子どもの命を守るために大切なことをお伝えしています一つは健康な子どもの体を作ることを適切に援助できるようにということなんですで、まず食べること 赤ちゃんの場合はミルクを飲むことですね。それから排泄をすること、おむつを交換すること、そして体を、えー、衣服を着替えて体をきれいにすること、これを保育者が適切に年齢に応じて援助できるようにということを実技を通して学んでいきます。主に赤ちゃんのお人形を使って学んでいきます。これが、えー、実習の、えー、実際の内容ですけれども、えー、こうやって抱いて、そして、えー 実際におむあのミルクを飲ませるときに注意、そして、えー、ゲップのさせ方、おむつの交換の仕方、今日これを、えー、実習室で行います体験授業できますのでぜひいらしてください。二つ目です、えー。とにかく子供は病気になりやすいです。ですから病気になっているかどうかということをはあの早めに判断することがとっても大事です。その判断をするための健康観察、そして症状に対するケアあのケア。 嘔吐、発熱、下痢、これはよくあることです。そして体調不良の時に体温を測ったり、それから氷枕で冷やしたり、温めたりということを、えー、していって、それも実技を通して学びます。3つ目です。えー、子どもはとにかく事故に遭いやすいです。なぜかというと、とにかく、えー、今残念ながら日本の子どもたちは病気で亡くなるよりも、えー、怪我で亡くなる子どもの方が多いです。 年齢によってちょっと違いますけれども、こういうふうにまだ1番目か2番目の順番になってます。そしてこの子どもの怪我が多い理由として大きく3つあります。1つは子どもが絶えず変化していること。今できないことが夕方にできるようになります。え、まだまだだと思ってたのに動いてベッドから転落なんていうこともあります。で、2つ目です。 私たち大人が大変便利に生活しているこの環境は子どもたちにとっては実は安心安全ではないんですね非常に危ない私たちが便利なために作ったものが子どもにとっては危ないということがありますそして三つ目これが一番大事ですそういう子どものことそれから私たちが生活する環境について私たち子どもの周りにいる大人があまりにも知らなすぎること ここのことが一番事故の原因になっていえすそこで私たちはその子どもの体型のことそれから子どもの体の特性特にですねバランスを崩しやすいさっきご覧になったように頭でっかちですよねですから、えー、バランスを崩してそして敏将性っていってあのおっと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 ,とって体を、えー、保ったりとかすることもできません。 そして体の体型で頭が通れば胴体通るっていうことは頭が引っかかるっていうことにもなってこういうことが危険につながっているということになります。そして子供の視野ですこれも今日は実習室に視野眼鏡を用意してますのでぜひ体験してほしいんですけれどもすごく狭いです。子どもの視野はこれは6歳ですけれども子どもの視野は大人の6割です。 見えて当然のことが見えてないということにやっぱり気づかないといけないと思いますね。それで事故の予防について子どもの視点から考えたりして実際にあの具体的なグッズを見たりとかして学んでいきたいと思います。こういう授業を通しながら子どもの命を守れる保育者を目指していきましょう。以上で終わりりまますありがとうございました